はい、ゆまさん、吉高さん、はい、何僕はちょっと怒ってるんですよ。サムライイーティングって 何のチャンネルですか、そもそも。日本の料理だったり伝統文化だったりを海外に伝えていくっていうのがコンセプト。そうです。おー、ありがとうございます。よかった、あの水曜どうでしょうのオマージュっていうかと思って俺その手でちょっと準備してたそうなんです。サムライイーティングはあのグルメチャンネルなんです。で、僕はあの思ったんですよ。ゆまさんと吉高さんって十何年以上あの料理に携わってらっしゃるじゃないですか、まあ、いわゆる僕は料理のプロだと思ってるんですよ、二人のこと。ちょっと間があったねプロって言われるとね、なんか資格持ってるわけじゃないからにちょっとお伺いしたいんですよ。究極の料理って何だと思います？究極？究極。でも質が上がれば上がるほどそれはいいでしょう。ああ、質、はい。でも美味しくないものを美味しく変えれるのも素敵な魔法じゃないかな、料理としては。釣れたての魚とかじゃないの？吉高さんどうですか？究極の料理、うん、何年食べたい全然関係ないし今食いてんもんじゃないですか。違う、いや違う、僕が思うのはですよ、僕は究極の料理って鮮度やと思うんですよ。鮮度、うん、例えば高級料理のじゃフォアグラ、めちゃくちゃ高級じゃないですか、フォアグラって。でも鮮度したらなんか腐った肝みたいな感じじゃないですか。でも肉は腐りたてが甘いからね。うん、ああ魚だって最近熟成させるでしょ。熟成させるね。ああ、じゃあ大丈夫です聞いて、うん、僕は鮮度だと思うんです。個人的にそうやりたいのがあって、僕はあの鮮度が良ければいいほどめちゃくちゃ美味しいんじゃないかな、個人的には思うんですよ。で、まあ、マックス鈴木っているじゃないですか、我々のチャンネルに。いや、来たそんな人スニーカーおじさん。そうスニーカーおじさん。あの人一応副業で大食いファイターやってて趣味が行くもんでしょ。そう、趣味が行くもんこれ後でマジで怒られるんじゃないかなマックス鈴木さんってやっぱり実食のプロなわけですよ。ずーっといろんなもの食べられてるんで。で、あの今出たその、まあ、質がいい高級なものと、ゆうまさんがおっしゃってた、まあ、慣れ親しんでるものと、僕が言った鮮度がいいもの、この3つをマックス鈴木に食べてもらって、一番おいしいものは何なのかっていうちょっと企画の検証をやりたいっていう。なるほどね。です。で、思ったのが何の料理にしようかなと思っていろいろ考えてたんですけど、料理で調理しちゃうとなんか鮮度ってあんま関係なくなっちゃうところもあるのかなと思って。確かに。その鮮度が一番わかりやすい、今回は TKG 卵かけご飯でマックス鈴木さんに試食いただいて、どれが一番美味しいかというのを検証していきたいと思います。全然いいけど、だっていい、だって高級な卵を買えるよ、うん、普通の美味しい卵も買えるじゃん、うんうん、ど鮮度どうする？今から余計所に行きます。今からマジで、うん、いいよ、で行こうよ、ポルちゃんそんなやりたいんだったらいいよ。もういいんすか。もうこの結果ちょっと検証ちょっとどうなるか。でも発案したためには、うん、まあ、マックス鈴木はどれをターコン一番美味しいっていうかは予想立てて。予想、僕はもう1位が鮮度だと思います。で、次に高級が来ると思うんですよね、うん、で、3位に定番の卵、定番の卵、まあ、コンビニかスーパーでちょっと買おうかなと思ったんですけど、それ当たんなかったら罰ゲームにしようかね検証なんだから、結果は生まれるからね。うん、これあれだね、そのとね、企画の発案ってまあまあリスクあるじゃあ、ゆうと、行こうよ、はい、時間がもったいないもん。じゃあ、そんな感じで、早速行っていきたいと思います。はい、はい、ということで着いたんですけど。あ、いいね、内亀いいね、デートっぽいすげえいっぱいんじゃない、ニワトリあっちに。今ね、あの、ご手配していただいてて、ほら、あの、病気を持ち込まないにっていうのと、あと衛生管理、コロナか入っちゃう、あ、そっか。え、鳥にもかかんすかね。ちょ、動物も映る可能性あるからでしょ。普段はなんか、あの、このもうちょっと近くで見れるって言ってたけど、いや、感染とかがあるからダメなんでしょうね。あ、じゃあ俺らワンジャン来ちゃダメだったっすかいや、大丈夫じゃない。あ、卵もらってた、取り置いといてもらった。これ取れたて、取れたて、今日の、今日のやつ、うん、あ、来た来た、鮮度のいい卵。いや、これ使ったらもう最強ですよ。これも取れたての、ご飯専用福岡県、ここのお店が有名のやつで、うん、今日取れたやつの卵かけご飯専用だった、うん、これでしょ、多分今回のメインは。そう、え、最高。いや、これ勝ったな、これ鮮度勝ったでしょ、絶対。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ご用意した卵がこちらになります。で、これが、うん、ちょっと買ったのはネットなんだけど、うんうんうん、1個1000円。1個1000円。だからこの4つ入ってるんだけど、うん、おー、なんか全部で4000円。
なんか格が違うっすね。怖いもんちょっと持ってくるの怖かったもん。そこで3つで今日ちょっと。なるほど。はい。食べ比べて。どういう順番でいく？いやーでもこれはあれでしょう。グレード高いやつを両サイドに入れて真ん中に一番グレード低いの持っていくでしょ。まあ、金額でしか今のところさじ加減分からないからさ。そうっすね。金額で。じゃあってなるとまあ金額的にこいつが一番真ん中っすかね。そうだね。真ん中で。いや1個1000円か。怖いよ持つの。でもなんか色的に分かんなくないだってちょっと真っ白でしょ、うん、でちょっと色ついてて最後色濃くなるのよ、ね、これなんか真珠に関係するでしょ、絶対ワンチャンね。3ハゲ3ゲーハー1ハゲが小さいのも気になるよね。そうだね。これコトブキは剥がそう、うんうん、ってなるとちょっとこの色濃いちょっとちっちゃいやつか色濃いやつが若干気になるですよ、うん、そうだね。じゃあそこら辺も含めてなんで俺のコトブキここにあるね。まあここも含めて、ね、はい、おめでたいということで、はい、じゃあ早速ハゲジジイのところに持っていきましょうか。よし、OK。ほい。ちょ一旦こっち来てもらっていいですか。あ、これ行きましょうか。この人は手伝い。なんすかマジで。なんすかこの感じ。何入って。はい、何入っ。鈴木さんに。こちらから。意味が全然わかりません。僕は何を。今回あの3種類の卵を手に入れてきたのでどれが一番美味しいかっていうのを言っていただくだけで結構です。え、どれが美味しいか。はい、はあ、これ1です。1です。じゃあいただきます。どれが美味しいか分かったぞこれ。あれだろう、こいつ味分かんのかみたいなことだろうこれきっと。いやそんなこと思ってないですよ。絶対そうだこれ。なんか朝どれのめちゃくちゃいい卵と100円ローソンとかの卵とスーパーで買った300円ぐらいの卵みたいな、絶対そういうパターンだこれ。もういいよ、いただきます。はい、まあ、一旦リアクションは置いといて味を記憶してください、うん、なんとなく分かりました。はい、これ。あ、分かりました。 1ですよね。お、1でございます。はい、こちらが1です。はい、次はですね、はい、めちゃめちゃ、あ、さっきの1ハゲって意味だったのね、はい、俺でもね、さっきちょっと見ちゃったの。ちょっと1ハゲはちょっと気持ち玉がちっちゃかった、はい、あ、いや見てんな。見たし殻がねちょっとね白かったよ。多分だけどあれ普通じゃねえ、あのあれは。もうほうほう、だいたいスーパーで売ってんのはもう形は決まってんのよ。あ、S サイズみたいな、うん、だいぶちっちゃいもん、うん、じゃあこれ2ハゲいきますね。はい、これが2ハゲです。あ、これ卵自体をシンプルにまずいね、これ。俺ダメだな、これ。さっきのはしっとりとしたコクがあったんだけど、うんうん、これはなんかね、臭みがあるんだよ。なるほど、うん、卵に。ちょっとポジティブな言葉で言ってもらっていいですか。ちょっと待って、俺そういうの無理だから。あ、分かった。先に言っとく、うん、もうね、スポンサーとか諦めた方がいいよ。なるほど。あの、忖度できないから俺。俺これ嫌い。うん、はい、じゃあ、キャラの回収します、ね、はい、はい、じゃあ、今のが2ハゲでございました。見た目は良かった、2ハゲ。うん、はい、はい、最後こちらがですね、こちら、はい、はい、じゃあ最後3ゲーハーです。なんでゲーハーなんだよ。はめとんなこれ。これ100ローかこれ。もう君のこ、あ、すいません、君の濃さがちょっとオレンジですね。これはねちょっと違う。お、あ、でも色が違うじゃん。いただきます。ほい、これが3です。うまい。あのね、君のうまさは全然違う。うん、ランキング決まった。これ1位、はい、3位、はい、1が2位、はい、2が3位、はい、3位っていうか、あれも県外、うん、あれははっきり言ってまずい。俺初めて卵でまずいと思ったかもしれない。で、これ何なんですかこれ。今回ですね、究極の卵かけご飯はどれだということで。これだよ、これ3ゲーハーのこいつだよ。なるほど。3位の卵はですね、朝どれ、朝どれのおすすめされている美味しい卵ちゃん。
あれ美味しいと思ったんだよ俺。でもいいやつでしょ。いいやつ。俺ね庶民だからああいう味わからないのよ。一番最初に食べたやつはウコッケの朝どれ食べ。ほら来た。やっぱ俺思ったね。あれはウコだと思った。で？なんかね熊切あさみみたいな感じだったな。ちょ、バカいずれー。ちょっとねちょっと年上なんだけどちょっとほんのりエロくてほんのり品があってインスタ見てると最近ジムやってるなみたいな。じゃあラストの卵はじゃあ吉高さんから。これがですね最後の卵。秩父のこだわり卵サイビランコトブキっていうブランド卵です。はい。ちなみにですけど ご予想一玉いくらかなっていうあの味で一玉。一玉ガチ目でいきますよ。ガチ目で150円。ヒント1です。え、ヒント 1？ これですね。ちなみにこの4つ入ってるのもある意味ヒントですかね。1個1です。1000円。大正解です。104000円しました。これあれじゃん、ヒカキンとか出すやつじゃねえのこれ。そうです、ヒカキンさんも食べてる。こんな弱小チャンネルでやっていいのこんなこと。サムライティング金ねえからな。社長。いや、いいですよ、卵ぐらいは。サムライすっげえな。ちょっと待って、あれちなみに、え、あの価格差ってどんぐらいなの？2位と3、1位と2位の。あ、2位と3位か。0が1個違います。え？ 1個1000円じゃないですか。で、2番目ってあの示したあのウコケの卵が1個100円です。で1個で100円ですよ。普通まあ、1パック200円ですからね。え、じゃあ、一番下のやつは50円。ってことは俺金額的には合ってるってこと。金額的には合ってる。うわー、もうね俺の舌をね3個ごときでねやろうなんてのは間違ってんだよ大体さ。水曜どうでしょう。それかよこれよ。車に拉致してどうせテロップ縦に入れんだろ今回。ボコ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 変なあの事態で。ちょっと待って、正直ちょっと嬉しい。嬉しいんだ。金額的には合ってるってことでしょ。合ってます。え、それあれでしょ、道中なんかゲラゲラ我々が言ったんでしょ。いや完全にここにカメラが。いやもう俺ね思ったんだけど、あのさみんな楽しんでるよね。俺も入れてほしいのそこに。マジで。あの吉高さんが作ってるとことかさ、うん、バーで作ってるとことかさもう楽しんでるでしょ、はい、みんな。でもやらしてくれよそれも。じゃあ動画閉めてください。え？早く閉めて。あ、もう閉めてください。もうこれで、エンディングです。やりたいこと終わったんで大丈夫です、はい、もう閉めてもらって大丈夫です。皆さん、サムライイーティングのスタッフ信用しちゃいけませんよ。あの、サムライイーティングのチャンネルのスタッフ、小川優馬、ゴリちゃん、吉高さん、僕含め全員ペテン師ですから。ちなみに、あとでこれ、生まれたては美味しくなくて、5日経つとガスが抜けてちょうど美味しい味になるらしいです。ちょうどこのサイビランだけ5日後なんですよ。5日後の完全なタイミングの卵。これみんな食べました。これ食べました。これすごいね。黄身のね、めっちゃ美味しい。甘みが全然違うもん、うん、混ぜてて思ったもん。残りの卵持ってきて5日後に食べてもらえば。あ、確かに確かに。5日経つと全然変わるらしいんですよ。まあ1回は別に次取り行くから。確かに。うん。あ、じゃあダメです。まだ行っちゃダメです。マックス行きは蜜が足んないっていう情報を僕らに教えてくれただけなんで、うん、何をするとかまだ決まってないんで行っちゃダメですよ。っていうかさ、うん、そもそも思ったんだけどさ、うん、もう鮮度がさ大事なんだったら、うん、今度ちょっと動けるようになったら、うん、マックス鈴木を車で拉致して、うん、4K 上に米と箸を持ったまま連れてって、うん、私たちに内緒だよ。で、その連れてって生まれたての卵をすぐその場で割って納豆ひごにしてもらえばいいじゃん。それが一番でしょ。それ一番鮮度高いね。で、それ一気につまんないから何も言わずに養鶏場をとかにずっと回って米持ったまんま。え、じゃあつまりあのマックス好き TKG 食いまくる企画ってこと。そう。ああ。ひたすら産みたてのもう直売の卵を食べ尽くす旅。これも水曜どうでしょうね。コロナ落ち着いたらやりたいですね。コロナ落ち着いたらね、やっぱ3個じゃ足りなかったですか。あ、でも3個じゃ足りなかったんですよね。覚えておきますかね。3個じゃ足りなかったんですよね、うん、じゃあ次回。え、ちょっと待って、今日秩父ってことは秩父行ってきたの。秩父ではないですよ。どこ行ったの。今日立川っす。遠いな。結構遠いっす。しかもめっちゃ道込んでて 2件事故に遭遇しました。目の当たりしたからね。一旦ここまでにしといて、うん、次回お楽しみということで。サムライどうでしょう。そこだよ、その変な感じ。なんだよ。一度、はい、一言言っていい？はい。楽しいね。一緒だった。すごく楽しいね。